じゃあんか俺、はい、この前そう、結婚記念日だったんですよ10月10日だからなんか言ってたよねそうだ去年の10月10日に入籍したってことだよねあそうそうそう入籍日が10月10日で分かりやすいように体育の日にしようとパワー系の子供を見たいなと思って, <laughs> って、ね、健康な子供を見たいなと思って<う>あの一応体育の日にさせてもらったんですけどで その日、配信あ、今日休んで、まあ、たまには、奥さんと、ね、うん、旅行でも行くか、っつって、で、それの報告をしたんですよあ。今日ちょっと結婚記念日だから配信しないよって言ったら、意外とみんな、おめでとうって言ってくれたんですよ。はいはい、結婚記念日ってみんなから祝ってもらえる。<laughs> めちゃくちゃ恥ずかしくて、<laughs> 俺祝ってって言ったわけじゃなくて、<laughs> 言うんじゃなかったんですよ。言わなきゃ、<laughs> 言わなきゃよかったと思って、めちゃくちゃ恥ずかしかった。で、なんか、俺ね、うん いやそんなこと言ってますけど相変わらず仲いいねんなって思ったのが奥さんとこの間エーペックスやったでしょやってましたやってました俺ちょっと見たんですよあら朝方かな俺やってたんめっちゃ良かったえマジっすかうんいやでもなんかね恥ずかしいんですよ何が何があの見方によっては奥さんとデレデレしてるところを 見ててほしいのかって思われるじゃないですか、ね、あ<ー>じゃなくてほんとに1位ペックスのパートナーとして <laughs> <laughs> あれだから奥さんと配信というかコラボです <laughs> でなんか箱根行ってたあ行ってました行ってましたえあれは動画撮りに行ったいやあの普通に奥さんをあよかった別の,の別の人と行ってたらどうしようと思っやっぱね、うん、嫁を旅行に連れてくってもう特効役だなと思ったあんなに仲良かったの初めて ええー、手繋いじゃったもん。<laughs> 俺たち手繋ぐんだ、みたいな。<laughs> 繋いだことないって何か。最近。手繋いじゃいました。二人でなんか、えー、ね、ちょっと買い物したりして。あれだよね、箱根湯本に、あの、えっと、綾波イの、まあ、マネキンというか、うん、あるんだよね。ありますあります。エヴァっていうのがあったりして。まあ、その、街はあんまり探検してないですけど、うんうん、その、お宿の中で、 ねあの二人で、まあ、温泉行かしてもらったりう、ねう、うまい飯をね、食べさせてもらいましたわ。いいですね、うんまあ。悪いよりいい方がね、いいですからね、<何>さっき喧嘩しましたけど、<え> <laughs> この後ちょっとマッサージって帰るわって言ったら、現在地送ってねって来たから、お前信じて寝るかね <laughs> ブロックしてやりました。<laughs> 今日は送りません。送らないしマッサージしてきます <laughs> 喧嘩しましまたさっきサイレント喧嘩をしてましたちょ僕んとこ連絡いけないです大丈夫